ネルと、ライブ配信ストリーミングサービスショールームの SK48 特別配信ルームにて配信を行っています。 YouTube をご覧の皆さん見てくださってますか？こんにちは、見てますかね。お昼からありがとうございます。お昼です。何今って思う？まだ思う？まだ思うなんか。じゃあ見てくれる方いるかもね。じゃあショールームをご覧の皆さん見てくださってますかね？ありがとうございます。両方ともまんべんなく見ながら配信をしていきますので、皆さんちゃんと見ていてください。また配信開始から30分後ぐらいからはショールームで配信をご覧になられている方に向けたアフタートークの配信を行います。タイミングに関してはまた配信内でお伝えします。はい、はい、今回の配信では9月24日土曜日開催の古畑奈緒卒業コンサート、in 外資ホールハニーフェスとザーカリ卒業コンサート in 日本外資ホール君だけが瞳の中のセンター、そして9月25日日曜日開催の SK48 14th アニバーサリーフェスティバル2022に向けて、2022かな、まあ、どちらか今に向けていろいろお話をしていけたらなと思います。はい、はい、もう1ヶ月とあとちょいぐらいですけど、早いですね。まずはね、改めて3公演のロゴをね見ていきたらいいなと思うんですけれども、はいはい、じゃあ下手のフリップ1を持ってるあんずちゃん、ね、はい、お願いします。どん、こちら古畑奈緒卒業コンサートのロゴになります。はい、かわいい、かわいい、ハニーフェス、はい、そして、フリップ2の2ですね、私ですね。はい、ザーカリ卒業コンサートのロゴになります。見えるかな。じゃあシンプルでいいですね。なんか、かわいい、すごい凝ってる感じとすごいシンプルにみたいな感じと、ね、そしてですね、フリップ3、こちらです。フリップ3とかです。14周年のコンサートのロゴがこちらになります。見たい見たい。おかっこいい、かっこいい感じですね。はい、3つともね、今回はね、このようなロゴになっているんですけれども、はいはい、どうですか、みちゃん。どれがなんかすごい、なんかやっぱ奈緒さんはインパクトがあって、そうだね、はい、すごい色味も可愛くて、可愛らしいです。名前もハニーフェスって、ハニーフェスってなんかハリーちゃんってよく言ってるよね、奈緒さん。言ってる言ってる。ハリーちゃん、なんでハリーちゃんなんだろうって私はずっと思ってた、ね、気になるな、ハリーちゃん、ね、それが知れるかもしれないですね。確かにね。はい、あかりさんは、うん、すっごいなんか大人っぽいね、なんか須田さんって感じ、うん、わかる、なんかシンプル大人っていう感じが、はい、かわいい。タイトルもいいですね、一人の中のセンター、あかりさんがよく言ってることですね。そうそうそう、そう、その方もきっとね、なんかいろんな思い出がね、うん、2つのロゴを見て、うんうん、え、しかもポニーテールやってるじゃん。そうそう、私のポニーテールめっちゃ好きだから。今の私じゃダメなのも一緒。ね。そう。かわいい。まあ、いや、こういう感じでね、ファンは喜んでるんです。喜んでますね、隣でも。まあ、これもシンプルですごいいいですね。旗？旗かな？フラッグ？あ、フラッグか。フラッグだわ。すごい、なんかかっこいい立体的で。うん、確かに。かっこいい私たちが見れるのもすごくね。ですけど、はい、今回のコンサートは長年 SK48 を引っ張ってきた須田亜香里さん、うん、そして古畑奈緒さんの卒業コンサート、うん、そして SK48 の周年のコンサートとしては初のアリーナクラスでのコンサート開催となります。うん、初めてなんだね。すごい。外資ホールでのコンサートを盛り上げるべく8月11日から、14日の4日間、あ、じゃあ今日最終日なんだ、おリレー形式で SK48 公式 YouTube チャンネル、そしてショールームの SK48 特別配信ルームでの配信をしていきますので、皆さん楽しんでいてください。楽しみです。すごい、最終日なんですね。最終日、はい、早速ですが、はい、コンサート情報をね、改めてお知らせしていけたらいいなと思います。はい、じゃあかな、はい、お願いします。じゃこちら、9月24日土曜日昼、昼公演になります。うん、コンサートタイトルは古畑奈緒卒業コンサート in 外資ホールハニーフェス、そして開演時間は12時になっております。早いね、12時ってね。じゃあもうこれはあれですね、めちゃくちゃ朝早いメンバーが出てくる。いや、でも後輩が早いからね。そうだね、あんちゃん、あんちゃんが一番早い。もう4時台かもしれない。4時台は早い。一回待ったよね、一回待ったくない？待った、4時台リハーサルとかね、いろいろしてたらちょっと早くなっちゃうかもしれない。
頑張ってください、はい、いいよね、この日は。はい、メンバーもね、楽しみにしてます、はい、そして、うん、こちらですね、じゃん、はい、同じ日、9月24日土曜日の夜公演になります、はい、コンサートタイトルは須田あかり卒業コンサート、うん、イン開始ホール君だけが瞳の線、何らかというはい、はい、もう一回行きましょう、はい、君だけが瞳の中のセンター、開演時間は6時半になってます。6時半、はい、6時半ですね。これはあの劇場公演とかと一緒です。あ、そうね、うん、そうね、ちょうどいい時間、ね、そう、12時だけちょっと早くなってるので、皆さん12時にね、あ、お昼ご飯だと思ってご飯食べてたら開演しちゃってるんで、その前にご飯をちゃんとしっかり食べてください。はい、そしてフリップ中央、こちらに、じゃじゃん、こちら、うん、コンサート体、あ、9月24日ですね、日曜日、はい、コンサートタイトルは SK48 14th Anniversary Festival、2022、うん、ということで、開演時間は5時です。あ、全部さ、違うんだね、時間が。これみんな気をつけて、気をつけないと。だから、普通あの1日目に、あ、5時だと思って行ったらまだやってないし、うん、え、そうよ。逆にこっちで6時半だと思ったら、これもう始まっちゃってるんで、皆さんね、あ、会場時間もちゃんと書いてあるので、ね、うん、ぜひチェックして間違えないようにお願いします。ください。そして全部会場は日本外資ホールとなっています、うん、はい、前回は2021年の4月にコンサートを行っているので1年半ぶりになりますね。2021年4月、うん、4月、2021年4月何のやつだった。そうそうそう、ジュリナさんと、あー、そうそう、やばいやばいやばい、結構いろんなあの会場でやらせてもらってるから、もうもう分かんなくなっちゃった。どこがどこで、そうじゃん、そうだ、やりましたよ。はい、やらせていただきました。そっか、1年半ぶりだ。あざわさんね、その時はまだ加入してないんですよね。してないよね。そっか、じゃあ初めて外資に立つんだ。そうです。あー、楽しみ、楽しみです。すごいね、大きくて、はい、あのファンの人の顔もよく見えるし、うん、会場です、ね、はい。そしてライブチケット情報ですが、はい、SK48 ファミリー会員選考の受付はもう終了しております。皆さん、申し込みいただけましたでしょうか。どうですかね。でも昨日結構ね、チームインは北海道に行ってきたけど、うんうん、みんなほとんど手挙げてたよね。そう、本当にみんな来てくれるみたいです。嬉しかったです。結果の、ね、確認はですね、今日の、あ、11時59分今日や、今日23時59分までです。今日だって結果も出てるってことですもんね、うん、それが見れるのが今日のもう23時59分までらしいです。皆さん忘れずにね、結果を確認してセブンイレブン店頭で入金をお願いします。今日のセブン、はい、今日のセブン、今日のセブン、ただもいつまで出すかね、はい。そしてそして SK48 モバイル会員選考が本日までになります。はい、フリップがね、ありがとうございます。受付期間は8月14日日曜日、うん、23時59分までなので、はい、申し込みを忘れないようにしていてください。はい、これ大事ですね、今日までだから、うん、もうあの今日が過ぎちゃったらね、応募できなくなっちゃうので。そして続いてチケットピア、ね、プレリザーブ選考、うん、そして SK48 とアイドルデイズ選考、うんうんうん、そして一般販売に関する情報です。フリップ8と9と10が出てますかね。はい、出てます。あ、OK、ありがとう。はい、こちら、チケットピア、プレリザーブ選考と SK48 とアイドルデイズ、ありがとうございます。こっちもあった。まず、はい、まずチケットピアさん、チケットピアですね。こちら2つ。YouTube の将来見てるかな。プレリザーブ選考。こちらの受付期間がですね、8月18日木曜日、まだ始まってないです。うん、で18時から8月21日。日曜日23時59分になります。うん、詳細は、チケットピアさんのホームページでご確認ください。はい、そしてアプリ SK48 アイドルデイズ、こちらお願いします。はい、アイドルデイズ、アイドルデイズの受付期間はチケットピアプレリザーブと同じく8月18日木曜日18時から8月21日日曜日の23時59分までになります。詳細はアプリ
プリ SK48 アイドルデイズでご確認ください。そしてチケットピアプレリザーブ選考に申し込んで SK48 アイドルデイズ選考に申し込みたい、そこのあなた、あ、2個申し込みたいっていう方ね、うん、お申し込みいただけます、両方に申し込んだ場合プレリザーブで、あ、プレリザーブ選考で当選したらスキーポテトアイドルデイズ選考で重複しないよう、あ、重複か、重複でした、すみません、重複しないよう、重複当選しないようになっておりますので、ご安心ください。そして、先行販売は一般販売日により、先にチケットをゲットできるチャンスですのでぜひご利用ください。すごい、はい、重複しないように、あ、チケットが何枚も取れないようになってる、ね、そういうことね、いいですね、すごい便利です。最後に一般販売は9月3日土曜日から、土曜日の10時からになります。もうあの結構先ですね、一般販売は。そうですね、だから全部の選考でおっしゃったような方は、うん、ぜひ一般販売もありますので諦めずに応募していただけたらなと思います。はい、はい、はい、じゃあ説明してきますけど大丈夫ですかね、はい、みんな聞いてくれてますから、はい、ね、まだまだまだあるんですけどチケット料金、そして席種のご案内になります。フリップ11お願いします。そうですね、はい、フリップ11こちらもはい、指定席がですね、8800円、税込み、女性児童優先席も8800円、税込みになります。はい、そして今回は皆さんに楽しんでいただくためにさまざまな席を用意しています。お、何、お、こちらです、じゃじゃーん、なおさん観察席1万3000円税込みになります。で、こちらは9月24日昼公演のみの設定になります。そしてあかりん推し席1万3000円税込み、こちらは9月24日夜公演のみの設定になります。そしてい、で14周年アリーナ前方でお祝いする席こちらが1万3000円税込み、9月25日の公演のみの設定になります。そしてですね、皆さん、はい、亀子席が今回ございます。こちら1万5000円で3公演全部共通でありますので、はい、皆さんね、推しのね、可愛い姿一瞬一瞬収めたいっていう方はぜひお願いします。亀子席でね、カシャカシャっと私たちの可愛い姿を撮っていただけたらなと思います。以上、さまざまな席をご用意していますので皆様お楽しみにお待ちください。楽しみに、楽しみに、すごいよし、いろんな席があって楽しめるね。いや、本当ね、まあ本当だったらね、私もね、あかりん推し席で入りたい。そうなんですよ、あかりん推し席ってどこなんやろ。いや、もう結構近いってこと、最前列とかぐらい。あのミナルンさんのさ、卒業コンサートの時もありましたよね。ありましたね。そう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 、はい、コメントがいっぱい、まあ、結構ね、あ、YouTube ですか、こんにちはこんにちはこんにちは、まあ、こんにちはの時間だもんね、このままだと。でもいろんな席があってこんにちはってまたこんにちはしかコメントがないですね。本当に、まあでもみんなね、きっとあのもう把握してくれてるだろうと思ってもう進めますよ。はい。両方見てくれてる人いるわ。ありがとうございます。さあ、ここからはですね、毎日リレー配信の企画コーナーを行います。うん、待ってました。ザーカリさん、フラートナオさん卒業のコンサートを控えていますので、2名にまつわる話をしていきたいと思います。はい。題して。私たちが知っているあかりん、なおちゃん、はい、まあ、あのこのコーナーはですね、須田さんとかなおさんに関するもお話をもうざっくり話していきたいなと思うんですけれども、なんか思い出話だったりとか、まあ、でもタイトルにあるとおり私たちだけが知っている、私たちが知っている、だからまあファンの方が知らない情報とかでも全然大丈夫だね。なんかまあでも、ね、あかりさんはやっぱさ、チームリーで一緒なので結構ね、昨日も一緒にね、いたしね、いたいた、なんかあの私と肌もまあ昇格した時がもう須田チームリーだったから、なんだろう、チームリーでの須田さんも他のチームの子は見れない一面も多分たくさん見てきたと思う、うん、ね、チームリーでの一面だったりとか、
か思い出ってなるとなんだろう。そうなの。でも本当に、ね、つい最近、うん、あやめろと、うん、菅原とあかりさんとカフェ行った。え？あ、ごめん。あ、ごめん。ほんまにごめん。誘う。やばいやばいやばい。誘う。このメンツに私いないの結構なんか俺ごめん。あ、言っちゃダメだけど。ごめんね。誘ってなかった。うん、誘われてない。全然誘われてないし。突然だったよ。今初めて聞いたんだよね。突然だったよ。そのね、お仕事があって、うん、そのもう一個お仕事があって、その間休憩時間で、なんかどうしようみたいな。うわ。でカフェ行く。その時絶対私いたよね。うん、いたかな。いたかな、言う方。なんかのリハーサルだったよ。あー、じゃあいないか。いなかったかもね、もしかしたら。わかんないけど。まあそんなの聞いたことなかったですけどね。ごめんごめん。今初めて言った。まあそれはね、私だけが知っている情報だもんね。そうです。確かに。なんかでも私も、うん、まあ自分のことになるんですけど、あの須田さんと、なんかあの、一回カレーを食べに行って、二人で。え、それってもしかして、名古屋？名古屋、名古屋。知っとるかも。え、なんで誘われた、あかりさんに。絶対違う。絶対そこのカレー屋さんだ。だって、私言われたもん。なんか、え、あたがもう、何してるの？私と須田さんも何なの？え、カレーで、え、つい最近それ。うん、全然。あー、結構前か。結構前。私は結構前なんだよね。カレー食べに行こうって言われて。あ、すいません、その日は。あ、須田さん。で、あれか。ここに行ったんかも。私じゃなくてもよかったね。あとも、でもよかった。え、ほんでほんで行きたい、カレーの。そう、行って、うん、あの、いろんな話したんですけど、はい、その時になんか、なんだろう、この活動の話とかやっぱするじゃないですか。うん、で、なんか、アドバイスとかいろいろ話して、なんかすごい、カレー屋さんでする話じゃないだろうみたいな、熱い話をして、うん、なんかすごい、なんだろう、憧れの先輩とそういう関係になれたのがすごい嬉しくて、うん、なんかあんまり、なんだろう、すごい、なんだろう、遊園地とか行ってすごい楽しかったっていう思い出も、まあ、いっぱいあるけど、うん、なんかそういう、なんだろう、濃い時間を過ごせたのがすごい嬉しくて、2人で2人きりで、いい時間でした。いいね。すごい、なんかそういう思い出かな。うん、いい思い出だね。わざわざはどうですか？私は、うん、須田さんに初めてお会いした時が、うん、お披露目の日だったんですけど、うん、すごいみんなガチガチに緊張してた時にだよね。裏とかではすごい楽しんでねとか、うんうん、写真を一緒に撮ってくださったりとかして、うん、なんていうの、すごい私たちも楽な気持ちで楽しむことができたので、うん、あと最近だとゼロポジ、あ、はいはいはい、あ、この間ね、チームの皆さんと、あの助手として私が須田さんの最後のゼロポジに参加させていただいた時も、うん、裏でも私に声をかけてくださったりとか、うん、その気配りもしっかり、うん、なんていうんですか、私たち後輩にもそういう姿を見せてくれて、うん、すごい優しいなっていつも思います。うん、なんか可愛い。なんかすごいね、緊張してんのかな。あ、今みんな緊張してる。あ、そうなんだ。しなくちゃいいよ。全然もうこんなんだもん。いや、最初は緊張してる。そうだね、確かに、ね、先輩だしね。あの、私たちにはね、全然何も、うん、何もね、大丈夫、何でも、何でも喋っていい。いや、でもね、須田さんについてね、すごい熱くね、語ってやったんですけど、はい、須田さんに関してはもう、よかったのね、なんかね、話せるからね。私、なんかすごい、思い出ありますかとか、こういうお話をこう聞かれた時に、なんかありすぎて、何から話していいのかわかんないし、はいはい、だから、もう最近はあの、たくさんあるので、あの、一つに絞れませんって言ってます。思い出だから、うん、沖縄もね、絶対も思い出だし、いいじゃん、いっぱいあるじゃん。はい、私も知ってるもん、ゆかたんとあかりさんの思い出いっぱい。違う、だから私と須田さんの何なの。いっぱい知ってるから、いっぱい知ってるわ。なおさんかね。なおさんね、なおさんは私選抜以外であまり関わりがなかったんですよ。でも逆にその選抜の時にすごいなんかお話したりとか、あとね、ラジオこの間収録もらったの、うん、3人で、その鎌田さんと野さんとだったんだけど、うん、あの夜までラジオして、うん、もう
なんかめっちゃ喋ったの、でなんかすごいちょっとの変化とかでも気づいてくれて、メイク変えたねとかそういうのも気づいてくれるからそうだからすごいなんかあの人のことをすごいちゃんと見てくれてるんだなって思って、いい先輩だし、個人的にはなんかあのボーイッシュ枠、スキーのボーイッシュ枠がなくなっちゃった、本当じゃん、寂しくて。次のボーイッシュ枠は誰だ、ね、でもナオさんのなんかすごい髪短いとこめっちゃ好きだから、これからも続けてほしいなって思います。なるほどね。どうですか、私はしっかりお話ししたことはないんですけど、事務所ですれ違ったりとか、その時にすごい美しいな、なんかいい匂いだなみたいな、わかるわかる、オーラがすごいあるね。前の撮影の時とかもちょっと撮影現場がちょっとざわついてる感じで、もうポージングとか表現力がすごい、すごいオーラもすごいので、うん、ちょっとざわついて、すごいなって思いましたね。ざわついたことないよね。すごい。なんか、うん、なおさんってちょっと一つ上の女性って感じがする。あ、ちょっとさ、年、なんか年齢もさ、私より年下なんだけど、なおさん。え、そうなの？そうそう、年下なんだけど、2個下とか1個下。でも、それぐらいなんだけど、全然大人っぽい。うん、それはそうだね、すごい、うん、なんかあの年相応よりもよりも感じがする上だよね、のイメージが、うん、大人っぽいな。確かに。でもなおさんはなんかなおさんとの思い出が一個あって、うん、なんか欲しいものになおさんハマってた時期があってさいきなりハマってた時期があって、私も欲しいものすごい好きだから、うん、その欲しいものどこで買ったんですかって、そこで共通点生まれる欲しいもので、でもなんか普通のところには売ってないんだよねみたいな、コンビニとかには売ってないんだよねって言われて、そんなの残念って言ったら、次会った時にめちゃくちゃ大量に買ってきて、みんなに配ってた。欲しい梅、欲しい梅じゃない、欲しいもんをね、みんなに配ってた。優しかった。すごいね、優しい先輩、なんかすごい気遣いができる、欲しいもん後輩に買ってきてくれる子もすごいね、いっぱい買っと、なんかすごい、もらえたかった、今あげてたのかな、欲しかったな。ちょっとじゃあ今度言ってみたら、うん、今度あの畑子に買ってもらう、その欲しいもん、じゃあその欲しいもんマジないなんて、どこにもないの。だから奈緒さんのなんか奈緒さんが知ってる場所にしかない、だからあの多分奈緒さんに言った方がいい。あ、そうだね。またじゃあ必要するまでに、そうそう、欲しい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 さねえ、ねだる後輩って言ったら多分次の会った時にやばい、来てくれる。もしかしたらあの卒業コンサートのね、なんかもしかしたら持ってきてくれるかもね。欲しいもん、欲しいもんいっぱい話してるから、見てるかな、見てたらエゴサーチとかしてくれたらね。欲しいもん美味しかったので、ね、またで思い出の話からちょっとね、あの広がりすぎちゃいましたけど、本当ですね。ここからは、うん、もういいかな、うん、ここからはあかりなおちゃんを漢字一文字で表すのなんだというものを行いたいと思います。はい、タイトルの通り、お二人を漢字一文字で表すと何かを今から各自フリップに書いていきたいと思います。はい、なぜその漢字にしたのかも理由も話してもらいますので真剣に考えてください。真剣に。一文字でしょ。だから二文字とかだったら考えられるけどな。難しい。これしかないでしょ。なんか私もこれしかないかなと思ったけど。これしかないけど、やっぱみんなか思ってそうだな。皆さん。OK。なおさん、あかりさん、なおさん、なおさんなん
チーム員に。ぜひね、チーム員にね、お願いします。お願いしてもいいんだよ。あの、私たち同期やし、同期やし。いや、もう今日でだいぶ本当に、なんか緊張をほぐしていただいて。本当にほぐしてる。よかった、よかった。あんまね、なんか後輩から、ね、私たちの後輩の身に、まあ今は、中堅かだけど、後輩の時はね、やっぱ先輩と話すの。緊張した。話しかけるのも出ない。難しかったよね。で、奈緒さんとか須田さんとか本当に、もう緊張の域が超えるぐらい緊張した。奈緒さん。一文字で表すと。みんなもぜひちょっと書いてください。YouTube 見てる、ショール見てる方に。なんだろうな。今、一応 YouTube のコメント見ながらやってる。オッケー。書いた？もう書いた？はい。え、早い。オッケー。待って。でもあのなんていうの、あれとかじゃなくていいんです。なんか私が思うなおさんだから。私が思うなおさんだから本当に。うん、そうだよ。私が思うなおさん。書けました。じゃあ須田さんからね、いこうかな。そうね。はい。じゃあ須田さんの。結構ジョンってみんなで出す。そうだね。オッケー。あ、でも順番の方がいいかも。順番にする？じゃあ、あざあざから。はい。うん。じゃん。なんだ？あ、綺麗な字。綺麗な字。輝くね。はい。うん。いいね。須田さんはいつも文の時も笑顔で。うん、愛嬌のある感じがするので、須田さんがいる場所ってすごい輝いてると思う。光ってるよね。はい、光ってると思うので、こちらにしました。うん、いいね、ぴったりだと思います。いい、その通り、その通り。じゃあ、私が思う須田さんは、じゃーん、1、ね、1? うん、1番、全部1番。うん、ちょっと待って、てか気がした皆さん。違う、じゃあそう言うと思った。1 そう言うと思ったよ。1です、もうね、はい、全部1番、うん、1番だから、なんか本当はあの数字の1にしようと思うんだけど、漢字一文字だから1にして、もう1番です。私の中でもアイドルの中でも1番だなって思う。なんかあの裏でのお手本って感じがする。はいはいはい。あの裏でのスタッフさんの対応の仕方とかも一番お手本な感じがするし、だから全部一番だから1で1にしました。はい。はい、じゃあどうも。はい、私はもうなんかこう思ってるファンの人も多いんじゃないでしょうか。なんだ？わら。なんだと思った。だと思った。隣で書いてたもんね。わらです、わら。もうあかりさんはなんか常に、うん、なんかね、笑ってるというか、なんか不思議だよね、なんか真顔でも笑ってるように見えない。あー、わかるわかる。常に笑って笑顔だから、なんかね、見てるこっちも笑顔になるし、やっぱね、あざあざ言ってた輝いてるっていうのにもやっぱぴったりなんじゃないかなって。そうだね。あら、もうね、なんか口角上がってる赤井さんがめっちゃ好き。うん、あのめっちゃニカーって笑う、うんうん、あの顔がすごい好きなので、あ、これを ね、 きっとね、一緒だね。9月末までちょっと違うね、たくさん見れるように、うん、見たいです。早いね、9月末って。早いですよ、もうほんと8月終わるからね、すぐ。はい、じゃあ続いて、はい、なおさんの。 OK、 じゃあ、あんたなんか、はい、じゃあ、じゃん。お、綺麗な例なんですけど、合ってますか？合ってると思う。合ってるね、あ、すごい。え、あさんって何歳？16歳です。16歳だ。え、まず年下だった。え、年上だと思ってたさ、やばい。そう、なんか年上の後輩とか結構多いから。だよね。そう、9、あの11期、うん、でも多分年上の子いるんだけど、うん、ああだよね、年上だと思ってた。それぐらい大人っぽい。すごい、16歳年上の後輩。本当の後輩だじゃん、ね。今までだけちょっと年上の後輩とか多かったから、うん、やばい、自分も大人になった。あ、どうぞ。麗しいって読むらしくて、うん、なんかもうぴったりだなと思って。確かに、うん、
私すごい麗しい本当に美人な感じなのでぴったりだなと思って、うん、確かに奈緒さんもっと綺麗だよね。綺麗、はい、美人さんっていう感じの、うん、昔から変わらない感じ。昔でもすごいなんか可愛らしかったよね。なんか黒歴史がなくない？ない。なんかあの歴代のさ、うん、あの壁写とか見てたらね、うん、思います。可愛かった。私は、はい、目、うんうんあのこれはあの、はい、奈緒さんの性格がとか、なんかそういう感じじゃなくて、雰囲気がとかじゃなくて、私奈緒さんの目が本当に好きで、うん、なんかあの綺麗なパッチリな二重と、うん、なんかあの吸い込まれるような大きさと、うん、なんかあのなんだろう、うるうるしてる感じと、うん、めっちゃ好きなんですよね、奈緒さんの目が、うん、そうで、目以外にももちろん好きなんですけどやっぱなんか奈緒さんの自分の中のイメージってやっぱ一番なんだろう、見た感じ 目に入るのが目だなと思って、そう、すごい素敵だなと思うんで目にしました。はい、ちょっと似てるんですよ。お、私も目って書こうとしたんだけど、うん、丸にしました。なんか奈緒さんってやっぱ目が一番ね印象的だなと私は思うんですよ、顔を見た時に。で、目の形がまん丸でめっちゃ可愛いと思って、私もできれば丸、まん丸の目に生まれたかったんですけど、やっぱね、目だけでもなくて、ちょっとさ、これ顔の形もちょっと丸いって言ったらちょっとね、嫌な人とかもいるかもしれないけどさなんか可愛らしいじゃん、輪郭とか笑った時とかに、そうそう、なんか可愛い女の子っていう感じの可愛い顔の作りで、それがすごい好きで、いつも奈緒さんの顔めっちゃ見るんだけど、その時にやっぱりなんか丸可愛いなって思いながら見てる確かにね、なんか本当にクリクリだもんね。そう、なんか全部がなんかね可愛らしいんですよ、パーツが、うん、なんか女の子にも男の人にも好かれる顔してる感じがする、うん、いやまあね、こんな感じでね、はい、できましたけど、もうあの見た目からもう内面まで、そうですよね、出ましたね、うん、はい、これね、はい、そう、なおさんたちも、あの須田さんもね見てくれるのかなって思うので、ね、はい、喜んでくれるといいな。はい、こちらですね、本日あのメンバーをみんなに書いてもらった感じはですね、私たちのサインを書いて好き放題でもモバイル会員様にプレゼントさせていただきます。サインを書きますので、ぜひね、あと、うん、に書きます。はい、応募方法についてはフラタのスナーカに卒業コンサート特設サイトにて、ご確認とご応募をお願いします。以上、あかりんなおちゃんを漢字一文字で表すとなんだのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょうか。はい、お願いします。はい、こちら、それではここで一旦ですね、SK48 公式 YouTube チャンネルでの、配信は終了になります。皆さん YouTube チャンネルでご覧になっていただいた方々、本日は楽しんでいただけましたか？うんうん、いただけてるかな。いっぱいコメントも届いてる。こんにちはだけじゃなくなった？じゃなくなったよ。よかったはい、改めてね、配信の冒頭でも、はい、あ、なんかありました？なんか小学1年生で習う字やんって確かに1と目です。そういや、たまたまです、たまたまですねはい、改めてね、配信の冒頭でもお話ししましたが、うん、SK48 モバイル会員選考の受付が本日までになっています。本日まだ申し込みをしてないよって方はぜひお願いします。お願いします。また本日の配信ですが、この後はショールームの方でSK48特別配信ルームにて引き続き生配信を行っていただきます。はい、現在 YouTube チャンネルでご覧になっている方で、この後も配信を見たいという方は、ぜひショールームの SK48特別配信ルームからご覧になってください、うん、ショールームでしか聞くことができない話をこの後もしていきます。それではここまでお送りしたのはさやかと高畑ゆきとオンフランスでした。YouTube チャンネルの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん、改めまして、はい、あ、違いました、あんちゃんでした、はい、お願いします、お願いしますからは皆さん、改めましてこんにちは。こんにちは。ここからはライブ配信ストリーミングサービスショールームの SK48 特別配信ルームより私たちの配信を行っていきたいと思います。はい、
13年分の SK48 の周年の思い出等を話していきたいと思います。はい、まだ11期生は周年を経験していないので、11期生が仕切りで過去の周年の質問等をしていきたいと思います。はい、わかりました。はい、まず最初に3周年、うんうん、3周年始まるよ公演。ちょっとじゃあショールームのコメントを見ながらやろうかな私。はい、ちょっと待ってね。はい、ショールームを開けます。そう、なんかずっと喋ってたから喉がガラガラね。一回喋ってくれたもんね。オッケー、見ますね。見ますとショールームね。オッケー、見てるとか見てる。じゃあね、続けてもらおうかな。はい、お願いします。はい、どうしましょう。パーティーが始まる公演。はい、パーティーが始まる公演。あ、プラスそれが3期生まで参加して、そうです、ね、今の現在の3期生までが参加してる、とかが参加してたと、うん、3周年からなのね、周年が始まったのは。え、1周年ありましたね、多分。で、あれ卒業、多分今いる芸人さんの。あー、なるほどね。びっくりした。なんか3周年からなんだと思って。全然違いました。すいませんでした。なるほど、パーティーが始まる公演でやったってこと、うん、か、そうだね。でもで、私たちはもう全然わかんない、ね、時代かもね。まだ全然もう、うん、幼稚園の時とか、まだ小学校とか、ね、ですね、びっくり。うん、はい、じゃあ4周年かな。4周年が全部名古屋にいて、うん、全部名古屋で劇場が改装中。 あ、じゃあ今の劇場に変わる前に、うん、さっきのパーティーが始まる声やってたってことが。そういうことだ。なるほど、5期生まで、うんうんうん、なおさんとかエボさんとかまで参加してる、参加してる。全部でやってたのね。すごいね、うん、パーティーが始まるよ、公演で5周年のパーティーが始まるよと、ユニットを鬼滅で披露した。これが6期生までだ。じゃあパーティーが始まる公演で2回やってるんだね、うん、ね、え、公演に周年がついてきたってこと。え、パーティーが始まる公演が初代、初代だからやってるってことか、うん、毎週ね。それは16人でやったのかな。え、何、あ、確かに気になりますね。それはすごい、みんなその時行ったなぁと言ってる。すごい、すごいね。そうなんだ。みんな知らないよね。改装中に中継してたんだ。どういうことなんですか。なんかあの SK48 のなんかファンだったメンバーもいるけど、うん、私とかハトモンとか多分あの、うん、まあ、知ってはいたけど、なんか詳しい歴史とかはあまりなんか知らないから、ね、なんかこういうので知れるのってすごい、なんか新鮮ですね。初めて知った。で、6周年が、どういうこと？頭に飛び箱をした。どういうこと？おばちゃん終わって飛び箱したみたいな。え？感じ？すごい。ですかね、皆さん。え、これ知らないんだけど。意外と知らないことあったんだ。なんかまだ、もう SK について知り尽くしてると思ってたけど。ね。しかも、ドラ1まで参加。前だからね。じゃあドレンチまで参加してるってことはもうちょっとで私たちが入ってくるぐらいだね。ね、うん、で7周年、日ごとのシングル披露ブロックや AKB48 の曲を披露、うん、あ、これから私たちまで参加だから、こっからだね。私たちは7周年から7期生5周年参加してるか、うん、覚えてるわ、7期の7って言ってたもん、みんなで。あ、覚えやすいね。今回7周年だねって。そうそうそう。え、これってさ、SK48 さ、めちゃくちゃ踊った時、そんな気がしてきた。なんかあの、はい、研究生だったんですよ、当時、うん、で、何年前だろうね、1、2、3、4、5、7年前か、7年前に、まだ研究生で、もう若い、私とか11歳だもん、うん、そう、に、なんかあの、SK48 って曲あるじゃないですか、はい、あの曲をリハーサルでもう10回ぐらいで、もうめっちゃ踊った記憶ある。もう本当にできてなくて、できなくて、うん、なんか怒られて、そう、でも死ぬ気で10回リハーサルですよ、 SK48 踊って、もう本番が怖かったもん、うん、
ねえ、本当に嬉しかったよ ね、 そんな思い出もありますね、研究生の時は、ね、いっぱいね、いろいろ、まあ、怒られたけど、怒られたから今もされるものもあるからね、そうだね、そうそう、しんどかったな、なんかマラソン大会終わった後みたいな、分かる分かる、口の中してた、うん、あとあと、もしかしたらもしかしたら ね、 ね、あのこの14周年の外資ホールで10回目踊るかもしれないから SK48 の曲は踊ったことある？ない SK48 ないです、あ、ないか、じゃあそうなんだ、今後絶対あるよね、今後絶対あるよ、ですよね、まずね、この曲はね、やっぱね、研究生はっていうイメージがありますね、まあ、72は結構、うん、なんだろう、年齢も分かれてたりとか、うん、離れてたりとか、あのレッスンをあの72だけでやってたから、うん、なんかやっぱ先輩とこう関わる機会も少ない日だったから、うん、なんかあのやっぱり馴染めなかったり緊張しちゃったりして、うん、結構その時期はね大変だったよね、確かにね、うん、まあ、でも今ではねいい思い出というか、うん、なんかそれがあったから今があるみたいな感じがあります、はい、じゃあ8周年8周年は8にかけてセレクション8の全て披露、え、全て披露したしたまだ研究生かな、まだ研究生だよ、私はまだ研究生、私も研究生だじゃん、うん、でも何個かに分かれて、これメール残ってないかな、うわ気になる、自分が何見たか気になる、何かファンの人知らないですか、セレクション8の楽曲を全て披露した8周年、記憶が本当にないかも、ないな、でもまあね、きっと 出てたってことは、そうそう、必死に食らいついてたんだろうね、ね、もうしがみついてたんだよね、壁にSK48 のね、なんだけど、本当覚えてるよね、絶対思い出せないって話思い出せない、そうだよね、うーって、セレクション8の曲で私一番好きな曲が寡黙な月、うん、あの曲めっちゃ好きだから、うん、好きね、それができてたのかな、わかんないけど、あ、覚えてる、歌おうよ、僕たちの効果、え、じゃあ私は、あ、ゆうかたんはそれやったんや、そう、私覚えてる、 それかなと思ったんだよね、うん、まだ大山さなさんとかが、うん、と一緒にやった記憶がある、制服で、うん、あれ研究生の時か、記憶がね、あ、でもやってますね、はい、はい、じゃあ9周年9周年いきましょう、ファーストシングル強き者よから、21マイメンのシングル、うん、意外に和合までの29曲連続披露、あ、ここら辺まだちょっと思い出してきた、思い出せる、意外に和合ってことは私たちの同期のモデーナちゃんがセンターの曲だから、うん、もう昇格してるね、してる、してるかな私、うん、してるか、一緒にしたじゃん、したか、うん、一緒にしたか、やばい、強き者よ、先輩たちが踊ってるのを袖で見てた記憶ある、リハーサルとか、マリコさんとかエゴさんとかいた、やっぱノンストップでさ、うん、こう踊ることあんまないでしょ、わざわざないです、だよね、やっぱ公演とかやってても、はい、やっぱ MC とか遊んでたりするもんね、はい、うん、なかなかきついですよねこれは21曲連続披露なんてね、ファンの方もね結構大変だったね見てる方もね、ちょっと大変かもしれないね、うん、しかもこの時まだコールができたから、あ、ナルリスは青空片思いやったわやったわ、懐かしい、みんなね、あの衣装着てね、うん、まあでもね、マンゴーまでの21曲連続披露ってことで21枚目だったんだね、この時は、うん、今だと30枚、うん、わー、え、わー、あれから19個出たってことだよ、シングルが、わあ、そんな、すごいね。そして10周年がエスケープのテッドの歴史を無意識の色、意外に言い間違えた、いきなりパンチラインが遡って2日か、2枚目、え、2日間に分けて披露、うん、えこれどこで披露した、え、2日間やった、あれじゃない、あのさ、うん、あれこれ違う？ゼップで意外にマンゴーはやった、やったよね、ゼップでやったわ、あれそれはマンゴーのあれだ、発売日記念だ、うん、発売日記念でゼップでやったんや、
あずあずはね、この時まだ入ってないもんね、はい、そういうもんね。でもなんか、シングルがこれ発売されたとか知ってたの？はい。あ、知ってたんだ。あずあずデスケイドって知ってた、ずっと前から。なんかもう、本当にファンとかじゃなかったんですけど、うん、結構、無意識の色とかは、うんテレビとかで。そうだね、なんか確かに、うん、あの、デスさんもね、はい、見る機会はあったんだ、はい。でもね、こんな、そんな中で私たちは何も覚えていない。邪魔にならないから、あはいはいはい、そうそう、やったやった、だから私その時、ね、
じゃあエアポッツ欲しくなってだからレッスン帳が、まあ、2個、まあ、多くて3つぐらいしか使えなかったから、で時間も限られてる中で、みんな3公演ずつ覚えないといけないから、もう必死で、しかもその1公演を全員がやってるわけじゃないから、みんなバラバラ、いろんなとこでいろんな子がいろんな振りを踊ってみたいな、あったよね。だからその時本当にエアポッツ欲しかった。そうね、持ってなかったんだね。その時は持ってなかった、それが終わって買ったでもそれ買ったのはつい最近かも。あ、そう、でも持った、でもそれ持ってたっけ。え、そう、つい最近、半年前。あ、音楽聴かない派だもんね。そうそうそう、今日も飛行機の中で音楽聴いてないけど、刺しとったえ、刺してたの。刺してたよ、ずっと。なんかずっとさ、こうやってたけどさ、なんか使ってない、もうもう無音だったの。無音だったの、あれはなんか刺しときたいんだよね。やばいね、なんか懐かしいですね、こういう思い出。本当にね、今なんかこの時、当時10期生の子が研究生だったんだよね、まだで、配達だった気がする。うん、そう、だからユズコとかめっちゃ練習してたイメージあるわ。そう、ユズコは8期生です。あ、違かった2期も下ですよ、ちょっと待ってください。あの、10期生ですね、10期生。ごめんなさい、10期生は。確かに、大変そうだったけど、ユズコ大変そうだった。やっぱでも、上のイメージあるから上の木までが、あのあれだったんだよね、結構あのなんていうの、やったことある公演が多いわけじゃん、上になれば上になるほど、でも下になれば下になるほどやったことない公演が増えてきてて、もうあの10期生の子とか本当に大変そうで。みっちゃんとかかな。ね、いや10期生はあおみさんとかじゃない。あー、ひなだよね。あおみ9、あれあおみ9だ、あおみ9、あれ10って誰、ね、ミレイ、ミレイ、あれミレイいた、いるいるいる、え、ミレイ出た、え、いないいないいない、え、ミレイちゃん出ました、これ出た出た、え、プリコ園出た、ミレイちゃん、え、だよね、あ、あれだ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 、あの、マキコさんと、そうそうそう、はい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 、マキコさんとエゴさんと、あれだ、十期生の子たちは、あの、うちらとね、多分出てない、あー、そっか、違う、1個だけだ、2個、2個か、会いたかったと、あ、そうだ、あ、そうや、会いたかった、出てた、そうだ、だからだ、すいません、本当に。すいません、本当にもう。青海さんと9期なんだ。9期。すごっ。9期なんだ、ね、なんだ、もう、貫禄的には3期ですよ。貫禄的には。してるともう3期だもんな。ちょっとすごいな。そっか。いや、後輩に興味とかがないわけじゃなくて、そうそう、あの、関わってる時間が多分少なかったのと、自分たちも自分と必死だったの、本当に。そう。やば。懐かしい、本当に精一杯でしたね、精一杯でした、はい、そして一番記憶に新しい13周年、はい、チームメンバーで開催、MC 部分で全メンバー出演、はい、そちら10期生まで、これあんま覚えることなかったよね、そうね少なかったイメージ、リモートとかで参加したんですね、やっぱ1年前がもうレベチだったから、なんかでもあの、ね、ご時世もあってみんな集まらなかったんですよね、そうそうそう、これ参加してた、あとこれ私劇場に参加してたかもしれない、私はしてたっけ、してなかった気がします、何、あ、いや、してなかったね、私は2人ともしてない、あ、ですよね、リモートだった気がする、2人ともリモートだった、そう、だからね、びっくりだよね、だって1年前はさ、あのバキバキに踊ってたわけなのに、家でリモートで、え、急になんか、ね、あれ、こんな13周年か、13周年なの今みたいな、で、なんか劇場でおめでとうってやって感じでしたよね、そう、だからね、まあこのご時世ってごっすいごっすいっすごっすいって感じがしましたね、確かに、なんかでもやっぱ周年ってなるとみんなで集まりたいから、そうだね、お祝いしたいよね、地元でもね、みんなで集まれたのよかったし、なんか歌った気がするんだけど、みんなでね、みんなでね、なんか時差もすごかったリモートで歌ったのよ、歌ったよ、ね、何歌った、リモートで、あ、リモートでお見送りしたわ、劇場、懐かしい、何歌った、最後なんかあのお見送りがリモートだったんだけど、私たち家にいたのなのにファンの人にこうやってやってで、なんかこっち見えない、こっちはでもこっち見えてたよ、あのちっちゃいさ、ちっちゃいさ、なんかリモート用のさ、あの置かれてファンの人の顔が流れてくっていうね、これ
も外資ホールそうだねですもん、はい、今回はもう、あざあざ、ね、大変かもしれないけど、そうだね、なんか踊ってみたい、やってみたい楽曲とかある？これやってみたいね。それこそ一番最初のパーティーが始まりの公演の曲をなんかできたらなって。パーティー公演か、ね、パーティーが始まる公演はやったことはない。ないのか。知ってる？知ってる。こと見たことある。まあお家やるんじゃない、パーティーは。研究生はみんなねやってくんだよね、パーティーが始まる公演。あれやってそう。これみんながやってたらいいのか。クラスメイト、クラスメイトやってそう。あ、やってそう。クラスメイトっていうね、イントとかもね。クラスメイト、まあでもパーティーが始まるよは結構やりそうな感じがするね。うん、ね、きっとね、いつかできると思うんだよね。今回やれるのかわからんけど、はい、はい、いつかもやる、絶対やると思うな。そうだね、うん、まあこんな感じで振り返っていきますけど、はい、以上ね、はい、心の私たちのコーナーでした。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてトークリレー企画に行きたいと思います。はい、題して自分だけの記念日。うん、はい、今月、あ、今回9月に、エスキモデットにとって大切な、周年を記念したコンサート、そして古畑奈緒さん、須田あかりさんの卒業という記念日を祝うコンサートなので、みんなの、他の人が聞いたら大したことないけど自分にとっては大切な記念日をそれぞれ発表していきましょう。はい、じゃあもうざっくり、はい、ざっくりいきましょう。高畑言っていいですか？はい、どうぞ。私はですね、2018年6月17日。おお、なんだろう。これは世界選抜総選挙の後かな、次の日かな。うん、で、その時に、名古屋かな、名古屋だ。名古屋ドームに家族が来てくれてた。見に来てくれてて、総選挙。で、そこでランクインして、めっちゃ嬉しくて、その次の日に、家族と大須商店街に行って、かき氷食べてお祝いしてもらった。めっちゃいい話。それがすごいなんかね、記憶にある。そうなんだ。あれ17、次の日、次の日でもトーク会とかあったよね。握手会とか。握手会だったよ。その前に行ったんだ。行ったんですよ。じゃあそれはね、初出しですか？多分初出しかな。わあ、めっちゃいい話だ。うん、懐かしいね。懐かしい。そっか、名古屋ドームでやったね。そうそう、大須に来てね、ちょっと名古屋を満喫してもらって帰りました。家族もね、本当にいい、ね、いい香川から来てくれたの。そう、来てくれて、ね、本当楽にしたかったらどうしようとか思って、ね、本当に。いやいや、でもね、娘のね、晴れ姿を、うん、いや、ありがとうございます。いい記念日です、私にとっては。はい、はい、じゃあ、まずお願いします。本当にどうでもいいんですけど、はいはい、最近、2022年の7月27日、おー、めっちゃ最近だ。はい、あの、私が事務所に帽子をかぶって行ったんですよ。うん、あの、普通に、あの、化粧をしてなくて、うん、そしたらなんかすごいメンバー、うん、日付合ってるかわかんないんですけど、うん、そのかぶっていった時にすごいメンバーがなんか先輩かと思ったみたいな、うん、なんかちょっと芸能人かみたいなことを言われて、かわいい。ちょっと私もちょっと先輩みたいにちょっとオーラが出てきたのかなっていう、オーラが出てきた感じ。次回の出演メンバーへ質問をしていきたいと思います。
前回の出演メンバーの青木里香ちゃん、日高優月さん、篠原京香ちゃんから、あ、待って、前回の出演メンバー、鈴木里香さんに変わったんですっけ？いや、青木里香さん。あ、青木里香さん。あ、全然違った。なんか里香ちゃんって言ってたから。え、里香違いだね。あ、里香違いだ。すみません、本当に。私たちへの質問が来ているので、答えていきましょう。はい、何でしょう。すごい、里香さんのことも、里香さんのことも、かと思ってました。こちらです。はい、じゃあ、どうですか？好きな野菜のヘタは何ですか？どんな質問なんですかね。しかもちょっとなんかちょっと感じ違うもんね。はい、野菜のサイズそれだっけ。いや違うね、ちょっと違いますけど、誰が書いたんだろう、この字、ね、すごいなんかすごい適当な質問ですね。適当な質問、本当に。え、これ知って何だろう。ヘタでしょ。好きなヘタ。はい、えっとねトマト。え、ちょっと待って、おなか、かぼちゃ。はい、ナス。はい、あ、はい、終わりです。なんか定番の言ってただけみたいな。私はですね、昨日やった野菜シスターズ。そう、私も野菜シスターズをね、昨日ね、ゼップでね、披露したんですけど、その時にかぶったやつにしました。はい、はい、こんな感じですね。そして次回の出演メンバーは佐藤かほちゃん、千田豪華ちゃん、杉本リーナちゃんの3名ですけど、うん、何か一つ質問を決めて答えてもらうと思います。こんな感じでいいの？好きな日がある。何がいいかな。自分の好きなパーツ、うん、あ、いいじゃん。いいかな。確かに、あんまね、恥ずかしくて答えられないよね。答えられないよね、好きなパーツ。そんなにしていこう。じゃあね、アザーズに書いてもらって。はい、いいね。アザーズ、なんか炎がめっちゃ好きって言ってたよ。え、言ってたよ。ずっと言ってんだよね。炎かわいい。ずっとうるさいのよ、あのさ。公園の一列なら未来が見えるの。そうそう、かわいい。隣にいるのよ。あ、隣にいるんだ。かわいい。いいね。はい、書けましたか。自分の好きなパーツは見しました。教えてください。はい、じゃあ次回のね、出演メンバーにね、あの次回もの配信も見てくださいね。ぜひ次の出演メンバーの内容はこちらに決まりました。自分だけの記念日とともに私たちが考えた質問にも答えてもらおうと思います。以上、リレー企画でした。はい、ちょっとね、早めに行きますけど、そうですね、すいませんね。じゃあさて、今回の本作のグッズ、そしてすでに、先行販売で購入してくださった方も、会場で購入を予定されている方もいらっしゃると思いますが、追加情報がありますのでお知らせします、はい、なんと日本ガイシホール公演記念生写真セットを販売いたします。フリップ13お願いします。はい、13ですね、ですね。じゃーん、はい、衣装はグッズでも着用しているエスキーフェスティバル公演デニム制服衣装の取り下ろしになっております。チーム別ランダムのセットは、会場とオフィシャルオンラインショップ、そして個別セットはオンラインショップにていずれも9月24日の公演日から期間限定での販売を予定しています。価格は1セットで、5枚入り税込み1100円になります。こちらのランダムセットのサンプルが届いていますのでご紹介します。はい、サンプルです。見せてみてください。はい、これいつも着るやつだよね。これいつもね、公園で着てるやつ。そう、見えるかな、結構近い。アザーズ初めて来たかな。はい、あー、そうだったんだ。そうですよ。じゃあね、アザーズのファンの方はきっとね、見えてるかな。この衣装着てるアザーズが見えますよ。はい、はい、これ期間限定なので皆さん、はい、あ、見えてる見えてる、ね、ぜひゲットしてください。仕事して、はい、そしてですね、チーム別ランダムセットのサンプルを見せてもらってますね、はい、今、はいはい、ラインナップはあくまでもサンプルですが、はい、こんな感じでチーム別に5枚のランダムになっています。こんな感じで販売に関する詳細は決まり次第ホームページにアップされますので、そちらお待ちください。はい、そしてファンクラブ会員限定のグッズも決定いたしました。イエイイエイ。アイテムは開放用に撮影した生写真の写真の生写真セットです。こちらは10月頃発送予定の開放6号に先駆けての販売になります。はい、価格は1セット5枚入り税込みで変わらず1100円で、チーム別ランダムのセットです。もちろん11期研究生の生写真も販売します。会場での販売はもちろん、残念ながら会場には行けないよという方にオンラインショップでの販売も予定しています。
さて、気になる今回の衣装はチャイナドレスです。ねえ、皆さんコメントでもね、来ました来ました、ね、早く言ってますけど、チャイナですよ。来ました来ました、はい、先日、撮影を行いましたが、チャイナドレスでの撮影はどうでしたか？いや、初めて来ましたよ、チャイナドレスの。これみんな、チャイナ、いいね来ましたよね、初めて来ましたか？初めて来たよ。なかなか着る機会ないよね、うん、もうみんな好きなんじゃない？チャイナドレスめっちゃ好きだと思う。コスプレしてってめっちゃ言われたことある。だよね、うん、でも初めてそこで来た、今回の会場に来たので。皆さん、あざあざどうでしたか？なんかすごい小道具とか、うん、そうだね、撮影の時にいっぱいあったじゃないですか、うん、ね、だからすごい楽しかったです、うん、そうだね、はい、じゃあもうみんな気になってると思うので、ぜひね、はい、あのサンプル写真や、詳細は外資の公演が近くになりましたら改めて発表しますので、楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、ズバーッと来てしまいましたが、それではエンディングのお時間になります。皆さん本日は楽しんでいただけましたでしょうか？みんな楽しんでいただけたかな？かな、はい、先日 SKE48 公式 YouTube チャンネル、うん、SKE48 公式 Twitter にて9月外資ホールコンサートに向けた動画がアップされましたので、うん、ぜひそちらもご確認ください、はい、改めて本日、配信の冒頭でも、うん、まあ、途中でも、ね、お話ししましたが、うん、SKE48 モバイル会員選考の受付が本日までです、はい、まだお申し込みをしてないよって方は忘れずに申し込みをしてください。お願いします。次回の配信は16時半から、もうすぐですね、もうすぐだ、はい、メンバーは佐藤佳穂ちゃん、清永桜花ちゃん、杉本、リーナちゃんが、はい、出演します。 SKE48 公式 YouTube チャンネルとショールーム、 SKE48 特別配信ルームから生配信になります、はい、それではじゃあここまでお送りしたのは、うん、浅井優香と高畑由紀と大村あずでした。バイバーイ。みんなで合わせて、はい、せーのエブリデイごめんなさい、お疲れ様でしたか？本当にごめんなさい。